消費生活センターの島田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はオレオレ詐欺と還付金詐欺のお話ということですが、調布市はどのような状況なんでしょうか。はい、まず調布市の詐欺被害の状況ですが、平成26年は発生件数が42件で被害金額が約1億6200万円、平成27年は発生件数が36件で被害金額が約1億6100万円、平成28年は1月から10月末現在で発生件数が21件で被害金額は約5876万円です。そのうちオレオレ詐欺が7割を占め、被害者のほとんどが70歳代80歳代の女性です。市内でもそんなにひどい状況なんですね。はい、そこで最も多いオレオレ詐欺の手口を教えてもらえますか。はい、オレオレ詐欺の主な手口ですが、携帯電話をなくした、電話番号が変わったと語り連絡先を変えさせられます。交通事故、医療ミス、不倫相手が妊娠などと称して示談金を要求します。株で失敗したとして穴埋めのための金銭を要求したりしています。いろいろな手口で市民を騙しているんですね。それでは島田さん、騙されないために注意すべきこと、どんなことがありますか。はい、騙されないためには留守番電話に設定して犯人と直接話さないでください。身に覚えがない請求や知らない人からのメールは絶対に相手にしないでください。地域で振り込め詐欺の手口や対処法を話し合い、被害に遭わないよう注意を呼びかけてください。では続きまして、還付金詐欺についても教えていただけますか。はい、還付金詐欺は市役所などの職員をかたるものから医療費の還付金に関する嘘の電話が多発しています。過去5年分の医療費に還付金がありますであるとか、申請を書を送ったが申請がないだとか、振込先の口座番号を教えてほしいなどの騙し文句を使用しています。被害に遭わないために注意すべきことをお願いします。はい、市ではこうした医療費の還付について必ず通知を郵送してお知らせし、書類の提出をもって手続きを行っており、電話連絡だけで手続きを行うことはありません。携帯電話を持って ATM へと言われたら還付金詐欺です。まずは関係機関に問い合わせをお願いします。はい、最後に島田さん、はい、調布市で高齢者の消費者被害を防ぐために消費者講座を実施するとお聞きしましたが、ご紹介していただけますか。はい、2月20日の午後1時半から午後3時45分まで文化会館田作り12階の大会議場におきまして、爆笑落語で詐欺に勝つをテーマに、東京都と東京都生活協同組合連合会と調布市で共催事業を実施します。これは前半で調布市消費生活センターの相談員がみんなで防ごう悪質商法の講座を行い、後半では落語家の立川ひらりんさんが落語と日本一になった八月節を披露してくれます。笑いながら騙されないコツを楽しく学び、消費者被害に遭いにくい人になりましょう。ぜひ皆さんにいらしていただきたいと思います。消費生活センターの島田さんにお話を伺いました。